こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットバイオレットで光るお守りなしで自分が欲しい色違いのポケモンを確実にゲットする方法をご紹介していこうと思います。この方法は図鑑をすべて完成した後にもらえる光るお守りがなくてもできますし、自分が欲しいポケモンを厳選することができる方法です。今回の動画はまず色違いの確率について、そして色違い厳選の方法について、最後に実際に試してみた結果をご紹介したいと思います。まずは色違いの確率についてです。今作の色違いの確率は今までのポケモンのゲームと同じく野生で4096分の1が基本となっています。今作では大量発生の機能を利用することで格段に色違いの確率がアップすることが分かっています。光るお守りがあればもちろんアップしますが、ない状態でも大量発生で30匹倒した後だと2028分の1、60匹倒した後だと1365分の1までアップします。ここに食事パワーの輝きパワーで光るポケモンが出やすくなるようにすればよりアップするという風になっています。どれくらい上がるのかというと、秘伝スパイス2個を使用した時にできる輝きパワーの食事レベル3、これだと野生のポケモンでも1024分の1、そして大量発生で30匹倒した後には820分の1、60匹倒した後には683分の1まで色違いの確率が上がります。これを利用して今回は大量発生で色違いの厳選を簡単にやる方法をご紹介していきます。ここからは色違いのポケモンの厳選方法です。まずは厳選したいポケモンの大量発生を出さないといけません。エリア内でこんな感じで大量発生で出ているポケモンいますよね。このポケモンを自分が欲しいポケモンに変えていく必要があります。やり方としてはスイッチ本体の設定からインターネットで時間を合わせるを外して日付を手動で1日ずつ変更し、自分が欲しいポケモンが出るまで続けて探します。続いてメインメニューの設定からお任せ応答をしないに設定します。現在お任せ応答でしているという方はここをしないにしてください。これでスイッチ本体そしてゲーム内の設定は完了です。続いて厳選したいポケモンに合わせて食事の材料を買います。私は今回チルットで行おうと思いますので、飛行ドラゴンタイプで飛行タイプの食事を作ろうと思います。ちなみに他にいる飛行タイプのポケモンにも有効だったりします。この食材に関しては欲しいポケモンのタイプに合わせた食材と秘伝スパイス何でもいいので2個が必要です。欲しいポケモンのタイプに合わせて材料を選ぶようにしましょう。こちらの表を見ながらタイプを見ていると複合タイプだったりするポケモンもいますが、片方のタイプで大丈夫です。買いやすい方で OK だと思います。食事に関してはテーブルシティが一番近くにあるのでテーブルシティに飛んで自分が欲しいポケモンのタイプに合わせた材料を買います。今回は飛行タイプで用意しようと思うので生ハムを買っておきます。使用する食材はこのタイプに合わせた材料プラス秘伝スパイス何でもいいので2個です。ピックも必要になるのでないなっていう方は隣にあるベーカリーオルノでピックを購入するようにしてください。ピックの種類は何でも大丈夫です。この準備が終わったら大量発生が起こっている現場に向かいます。今回はチルットなのでこの位置に向かいます。大量発生の現場に到着したら大量発生で起こっているポケモンの範囲を確認します。後でポケモンを目視で探して回らないといけないので、この時点で始める前に範囲を確認しておくととても楽です。続いては大量発生中のポケモンをレッツゴーの機能を使って60匹以上倒します。60匹以上で先ほどお話しした大量発生の色違いの確率がアップしますので60匹以上倒すようにしてください。この数は61匹でも62匹でもいいんですけど、倒しすぎると色違いの子を探す数もちょっと少なくなっちゃうので61匹がいいんじゃないかなと思います。ちなみに途中違う種類のポケモン
ケモンを倒してしまっても大丈夫です。あくまで大量発生で出現しているポケモンを60匹以上61、2匹倒せば大丈夫という形になっています。それでは倒すまではこのまま続けていきます。続いて60匹以上倒し終わったらピクニックを開きます。私は一応62匹数えて倒しました。平らなところじゃないと開かないので、平らなところでピクニックを開くようにしてください。もちろん大量発生の真ん中でも大丈夫です。ピクニックを開いたら先ほど買ってきた材料を使って食事を作ります。料理をするを開いたら、この画面で X ボタンのフリーモードを選択します。フリーモードを選択したら、先ほど購入してきた私の場合は生ハム、これを選んで調味料を秘伝スパイス、何スパイスでもいいので2つ選びます。1、2、これで2個選んでご飯を作ります。ピックも何でも大丈夫です。ただこの時気をつけないといけないのは、材料を落とさないように全て乗せることです。乗せ方は何でもいいんですけど、ここで落としてしまうと食事のパワーがレベル3でなくなってしまうので注意してください。で、最後にパンを乗せてピックを刺したらこれで完了です。簡単なのでこの食事は皆さん楽に作れると思います。これを食べることで食事パワーの輝きパワーレベル3がつくようになります。はい、輝きパワー飛行レベル3がちゃんとついています。これでピクニックを終了します。そして現在出ている大量発生のポケモンに色違いがいないかを確認して回ります。この時目視で確認しないといけないので、 R ボタンを押して引きで確認したり、最初に確認した大量発生が出る範囲全てを見て回って、本当に色違いのポケモンが出ていないかどうかを確認します。確認していなかったら再度ピクニックを開く、そしてすぐにピクニックをやめる。そうすることで今出ていた大量発生の個体がリセットされます。ちょっと経つと湧いて出てくる感じですね。そして再度確認をしていきます。今回はレポート書かなかったんですが、食事をした後つけておけば開いたピクニックの数だけ、次回は開いて閉じて開いて閉じてをすれば次の個体がどうなっているのかを後ほど確認することもできますし、秘伝スパイスを食べる前にレポートを書いておけば他のところでも秘伝スパイスをまた活用して違うポケモンで厳選してみるというのもできます。今回私の場合はレポート書かずにやってる感じですね。秘伝スパイスの数が少ないって方は、基本的には秘伝スパイスを使ったサンドイッチを食べる前にレポート書いた方が他の個体も使えるのでいいんじゃないかと思います。ちなみにこう十字ボタンとか押すと食事のパワーあと何分っていうのも確認できたりしますので、これを目安に探していきます。秘伝スパイスがいっぱいあるっていう方は秘伝スパイスの食事をまた作ればそのまま効果が継続できるんですけど、私今回2つだったのでレポートは書かずに秘伝スパイスは残しておいて、またチルッとは諦め違うところに行こうとしていますね。やり方としてはこれです。この調子でピクニックを開いて閉じて、次に出てきた新たな個体に色違いがいるかどうかを確認、いなかったらまたピクニックを開いて閉じて個体を変えて色違いの子がいるかどうかを確認という風な形で回していきます。どれくらい時間がかかるのかはわからない作業なんですけど、今回飛行タイプのポケモンで色違いの出やすさを上げている関係で、大量発生のチルット以外の飛行も色違いが出てしまいました。
まあ、どんな感じだったかというとここからです。はい、今普通に群れの中にいるポケモン色違いますよね。なんとこっちで出ると思わなかったです。ちなみにこれ大量発生じゃないので4096分の1プラスで食事のパワーだけが持ってあるっていう状態で青ガラスが出ました。タイプによってはこんな感じで周りのポケモンにも影響が出て出るっていう時もありますので、ちょっとね範囲広めにちらっと見てると思わぬところで色違いがゲットできるかもしれません。それでは大量発生のチルットでまた続けていこうと思います。これ結構まさかの状況でした。ドラゴンタイプで食事作ってたら出なかったはずなんですよね。はい、そして無事にチルットの色違いが出ました。こんな感じでピクニックを開いて閉じてを輝きパワーレベル3の食事を作った後にしていくと出てくる個体が変わりますので、出てきたポケモンたちの中に色違いがあったらその時にゲットするという方法で色違いのポケモンの厳選が可能です。もちろん光るお守りはまだ持っていない状態なので秘伝スパイスさえ何でもいいから2つあればすぐにできる方法じゃないかと思います。今回チルッと捕まえるの忘れてたので図鑑の登録になりました。ちなみに今回は飛行タイプのポケモンの大量発生が2箇所出ていたので、私の場合は途中で青カラスが出ちゃったからいけなかったんですけど、時間さえ余っていれば他の場所で大量発生のポケモンを同じタイプであれば同じように厳選することができます。もちろん食事のパワーがついている状態で60匹先に倒さないといけないからちょっと時間はかかると思うんですけど、それでも出やすくはなっているはずなので、もったいないので食事パワーがなくなるまでは他のところの大量発生だったり野生のポケモンを探しに行くとより効率的に色違いのポケモンをゲットできるんじゃないかと思います。ということで今回は光るお守りなしでできる色違いのポケモンの厳選方法についてご紹介してみました。秘伝スパイスに関してはテラレードバトルの星5以上のものを撃破した時に道具として稀にもらえるものです。なので出た時にはやってみるといい方法かなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!